のための農業務。業務、業務。うるさいわね。ここにいるわよ。いないじゃない。一文字違うだけなんだから、誤差みたいなものでしょ。その理屈は全然わからないけど、ところでなんであなたがここにいるの？バイト。バイト？なんか業務が頭よそって山ごもりするらしいから、代わりにあなたの世話をしてくれる人間を募集してたのよ。そんなの聞いてない。主人に告げたら決心が鈍るでしょ。察してよ。はい、わかったわ。じゃあ、霊夢がヨウマの代わりなのね。あんたの世話なんて朝飯前ね。存分に私を頼りなさいよ。じゃあ、早速朝ごはんを。15分ぐらいで作ってあげるわよ。なんて頼しい。カップ麺をね。うわ、長っ。それに朝なんだからもっと普通のものを。注文の多い主人ね。どんな教育すればこんな大人が育つのか。パンでいいわね。うん、いいわ。いいけど作れるの？粉をこねて焼けば大抵はパンになるものなのよ。いやいや、できない、できないから。もうご飯はいいわ、私が作るから。そう？じゃあ頼んだわね。でも私ご飯とか作ったことない。早く作って持ってこいよ。業務、早く帰ってきて。忙しい人のための農業務。まだいるの？そりゃバイトだもん。いないとお金もらえないじゃない。ただいてもらうだけじゃ。家事とかしてもらわないと。洗濯とかしてもいいけど、別に汚れてる衣服ないじゃない。そもそも着物なんて洗濯板で洗ったらダメでしょ。じゃあお掃除とか。掃除なんてものは汚れが目立ってきたらでいいのよ。でも掃除は毎日やらないと。じゃあゆゆ子は毎日掃除してるの？いえ、全部業務に。だったらむちゃくちゃ言うな。自分がやったことのないことを人に押し付けるな。すみません。ゆゆこ、退屈なんだけど。家事手伝いだから家事をしてくれたらいいと思うけど。誰か来ないの？あなた友達いるの？いるわよ。誰よ？ゆかりとか。とか？とか。泣くな！泣いてないわよ。でも自分の交流の少なさに自分で驚いてただけよ。もう家事なんてどうでもいいわ。私が処世術を教えてあげる。結構よ。よし、そうと決まれば行動に移すわよ。そのための農業務。こんなところに来てどうするの？とりあえず階段をダッシュで登ったり降りたりするのよ。なぜ？疲れちゃうじゃない。とりあえず何事も体力がいるのよ。単に友達作るだけなら体力は別に。友達がアマルス大好きだったらどうするのよ。別に常に組み合ってるわけじゃないと思うけど。うるさい、駆けよーし。汗かいたわね。私だけね。レームは飛んでついてきただけだからね。飽きたな。飽きたって？よし、じゃあ次は実践よ。なんの？脳みそが足りなさそうなやつをいい感じにダマくらかしてトーマを作るのよ。ダマしとか嘘つくようなことしたら友達は作れないと思うわ。嘘も方便なのよ。ゆかりだって年をごまかしてるでしょ。友達に年は関係ないんじゃ。つべこべ言わないでホットスポットに行くわよ。ホットスポットってそういう意味じゃないわよ。わかってるわよ。私だってツッコミしたいのよ。うっさい。ひどいわ。とにかくここで待ち構えるわ。こんな表情には誰も来ないわよ。そう思うのが東城なのよ。東城？ここにはなぜか頭の緩そうな奴がいっぱい来るのよ。頭を引き締めに来るのかしら。フォローの言葉が浮かばなかったから無視するわね。そんなに滑ってないわよ。表情なのに滑ってないのか。今のはそんなにここで待つのよ。あら、早速誰か来たわよ。あ、レームだ、逃げろ。逃げちゃったわ。あんなの放っておきなさい。レーム、逃げるが勝ちよ。レームだ、わー。レーム、逃げるしかないわね。レーム、友達いるの？そんなもん、いない方が楽なのよ。全然世渡り下手じゃない。もう帰る。忙しい人のための農業務。ただいま戻りました。ゆゆ子様。ゆゆ子様。はいはい、おかえり。ゆゆ子様、急に老け込みましたね。ええ、おかげさまで。あのお手伝いさんのおかげで。霊夢はちゃんとやってくれましたか？ちゃんとってなんだろう。そんな難しいこと聞かれても。ところで霊夢は？私の得意料理、雑草フルコースができたわよ。刀を持った暴漢がいる。くせ者ー。
バカです。なんとかヨウムじゃない。本泊です。ちゃんとお世話してあげたわよ。こいつわがままばっかり。苦労したの。そうですか。ですがユウコ様はそういう方なのです。これは給料を弾んでくれないとね。そういうのは普通こちら側が言うものなのですが。まあお疲れ様でした。これをどうぞ。やっはー、これで勝つ。ヨウム、これからここを留守にするときは私もついていくから。私も一緒に行くから。むしろ私が出ていくから。ユウコ様すみません、そこまで寂しい思いをさせてしまったとは。いやいや違うから。違うけどもうこういうことでもいいから。とにかくレームには二度と変なこと頼まないで。でバイトしたんだけど、ちょろい割に身入りは良かったわ。おお、じゃあ今度は私もついていくぜ。